おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニック、人生の渡り方の思いをお届けしたいと思います。今日は6月は4日、木曜日ですね。まさに晴天、晴れのいい日です。今日もただいま早朝連行太極拳を終えまして、行徳の江戸川バンク、江戸川の土手からお届けいたします。はい、今日のテーマですが、あと3日でですね、都知事選が終わりますが、私がですね推してる広島からやってきた清々しい青年石丸伸二さんにですね、応援歌をお送りしたいと思います。まあ、ここでですねジジイが応援歌を歌うのもちょっと様にならないんで、私の大好きなですね早稲田大学の応援歌を送りたいと思います。この後私がちっと喋るのやめてですね、応援歌をお見せしますからね。はーい、はい、予定が2000人超えてますね。嬉しいとこう言ってんですよ。なんて清々しいか。我々がですね、いい仕事をするのはですね、好きだからという大きなですねファクターが必要だと思います。好きだから政治家をやってるんだ。好きだから都知事をやってるんだ。ということですよ。そして昨日のですね YouTube でこう言ってんですよね。笑っちゃいましたね、石丸伸二さんが。あいやいやいや、びっくりしました。皆様、私に頑張れ頑張れってですよ。なんか限度があって1人150万ぐらい、お金をですね、石丸頑張れって投げ銭みたいにできるんだそうですよ。都知事選はね、1人150万だったかな。それが集まっちゃって蓋を開けたら2億何千万ですよ。こんなのって東京三菱 UFG を一生勤め上げてですね、退職金でもそんなにはもらえないと思いますよ。40年ぐらい三菱 UFG 終わってですね、退職金だって1億やそこらだと思いますよ。日本の会社はね。それをですね、わずか数日のうちにみんな石丸伸二頑張れってポケットマネーをですね投げ銭してくれて、2億5000万だか集まっちゃったって言うんですよ。これですよ。楽しんでですね、素晴らしい清々しさを皆様に見せるから応援するわけですよ。まあ今回ですね、緑の嘘つきババアがすごい力を持ってるんで、組織票でですね、知事になってしまうかもしれませんが、どうせですね、まあ4年のうちにもうミゼラブルだと思いますよ。というのは調べるとですね、東京都民の半分以上がやめてくれやめてくれ緑の嘘つきババーってこう言ってるんだそうですよ。それでもしがみつこうというその姿はですね、ある意味でこの地上にいるですね、地上をある意味で地獄にしてですね、地獄の漂ってる何て言うの、妖怪、死にきれないで地獄を
地上の地獄を漂ってる妖怪に見えますね。後ろにちょっとですねチャット GPT が書いてくれたですね絵があるからそうやって入れたんですよ。チャット GPT の兄弟のですね、ビーイングイメージクリエイターに緑の嘘つきグリーンババアを描いてくれたらこういう絵が出てきましたよ。オーマイガーとですよ、はい、一方ですね、石丸真嗣さんは楽しみながらやって2億数千万の寄付が上がった。今回ですねその組織票にやられてですね、嘘つきババアに、取られちゃったらですね秋崎の衆院選に出ればいいんですよ。そのたまった2億は多分3億円ぐらいになるでしょうからそのお金をですね衆議院議員の選挙用に使えばいいんですよ。閉めたもんじゃないですか。都議会選挙で衆議院議員のための資金を皆様からいただいちゃったって笑ってですねありがとうを言えばいいんですよ。笑って許して都議会じゃなくて衆議院議員になりますから笑って許してって笑ってやればいいんですよ。世の中の人はですねそっちの方が素晴らしいもっと応援するぜと言ってですね秋崎なもっと集まると思いますよ。まあそうすればですね三菱 UFJ で一生働いたですね10倍100倍稼げちゃったりして、はい、今日のですね私のお話はですね何事も楽しんでやれということです。楽しんでやれ。私もですね空手50年もやってます。楽しんでやってます。早朝太極拳楽しんでやってます。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。